JR の板橋駅。そしてね、この辺から、撮った写真があるんですよ。これね、この辺に吉子がいたんだよね。かわいい。超かわいい。ならんは。地の50、ここかな。そう、ここが僕が。かみさんの実家の近くに住むために引っ越してきたチロルマンション。あそこの4階に住んでましたね。でそこでかみさんが猫を拾ってきて飼って、その結果追い出されることになったと。ソフトバンクショップが。そしてですね、ここここがですね、かみさんとの思い出の公園。最初のデートで、ここのベンチに座ってチューをしたと。そういう思い出の公園ですね。もう実家すぐそこなんだけどね。
て、この、マルエツがある、この辺りにかみさんの実家のアパートがあって、で今もうマルエツになっちゃってますけど、でその国鉄アパートが取り壊される時にかみさんと一緒にここの辺に遊びに来て、その時のビデオは残ってるんですよね。その時もセンチメンタルジャーニーって言ってたけど、この辺りに、ラーメン屋があったり、あとね結構おいしい、イタリアンの店があって、でそこにねかみさんと、夜食べに行ったら、なんか小学校の時の同級生の男の子がお母さんと来てたという話をしてました。